ユギさんです本当に素晴らしいですね、韓国の教会の中に、ここにいらっしゃる方々だけでなく、全国、全世界の教会の信徒の方々が、共に賛美し、お祈りし、また一つの御言葉を共に分かち合う。これは私個人的にも 神様の本当に大きなビジョンがあるんですけれどもそのビジョンがダニエル・キトー,ーを通してなされることを見て本当に嬉しいです神様が今夜私たちのこの礼拝そしてお祈りを通して韓国の教会日本の教会に霊的な覚醒が起こることそれをせずにお祈りします私たちの中には 神様をを見見上げるる神様を見る目,が目が開かれれななければなりません神様がそれを計画されていると思いますある日牧師先生方と次の世代に信仰をどのように伝授するべきなのかについて討論しました私たちにとって非常に重要な問題です 韓国の教会が持っている危機でもあります私たちの大人の世代のその信仰が子ども世代にそして若い世代にどのように伝授されるべきなのかいろんな方法について話し合いましたしかしその時ですねこのような質問が出てきました。私たちの世代 子どもたちに伝授でできるる信仰は果たしてあるだろううかこのような質問ですその時多くの先生方が何とも言えませんでした。私たちには子どもたちに次の世代に私たちの信仰を伝授することそれが問題ではなくてですね今の,この大人の世代が信仰を失ってしまっている。 次の世代が信仰がないのではなく、大人の世代の,その信仰がないということです。信仰が本当にあるならば、悩む必要がないですよね。信仰というものは、伝染力、感染力が強いです。本当の信仰はですね、あの人が本当に神様を信じている、あの人は本当にイエス様と共に歩んでいる、そ,うそれが自然と感染していきます、伝わっていきます。 イエス様がこうおっしゃいました。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまるなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。そのようにおっしゃいました。皆さん、今の自分の信仰生活、このように行っているでしょうかイエス様、ブドウの木、そして私は枝。私は主のうちに、主は私とともに。 まっているならば皆さん皆さんの人生でたくさんの実を結んでいるでしょうか神様からイエス様について正しい正確な定義を教えてもらっています私は父が牧師先生だったので教会で暮らしていました教会でよく見られるイメージがブドウの木でした子どもの,の礼拝の時間でもよく見られましたで 友達を連れてきたらぶどうの実のシールを貼ったりとかですねそういうような形でどんどんぶどうの木がしっかりと全部埋まったら鉛筆をもらったりノートをもらったりでイエス様はぶどうの木で自分が枝だということは信じられませんでしたイエス様が私のうちにとどまっていらっ,いらっしゃるなんて本当に信じられませんでした私たちには私たち 私たちがイエス様のうちにとどまりイエス様私たちのうちにとどまるそういった人生を送っているでしょうかもしそうならば心配する必要がありませんイエス様がご存知です私たちの信仰親の信仰を子どもたちにそのまま伝授することができます実際に韓国の教会には深刻な問題がありますある瞬間から立法主義的な宗教になってしまいました 立法主義的宗教になったということは自分たちではま慣れているんですけれども外部の人が見てみると全く魅力的でない信仰宗教なのです他の宗教の施設に入ってみますと、まあ、その人たちが熱心に宗教生活を送っている場所だそのようなまあ印象を受けると思います。でも 素敵だなとかいい印象はないと思います子どもたちまた信じていないノークレスチャンたちが教会を見るときにそのように感じているのです私が初めて伝道師になったときヘドシストのその地方での集会でですね涙を流しました恵まれたからではなくてですね喧嘩をしていたからです長老や先生方が喧嘩対立していたのです 何かまあ事情があったとは思うんですけれどもマイクを奪って大声を出して会議がもう最悪の状態でしたでももっと深刻なことは礼拝の時間になったんです会議をする途中礼拝をしました亡くなった長老のための,あの礼拝だったんですけれどもまた喧嘩してまたその次に一緒に礼拝を捧げる。 皆さん、笑っている方もいらっしゃるんですけれども、その当時、本当に涙が流れました、こんなことがありえるだろうか、礼拝をできる状況なのだろうか、神様は私たちが礼拝の時間に賛美してお祈りしましょう、それをすべて受け入れられる方なのだろうか、礼拝が終わった後また喧嘩が始まります。 これが立法主義的な宗教になってしまったということです喧嘩も熱心だからこそ喧嘩することになります熱心まあ、頑張ってはいるんですね何かを守ることに命を懸けますしかし平安も喜びも感謝も愛もない状態なのです先生方を批判,する批判してはいけません私たちイエス様が自分の中にいらっしゃるというふうに信じていらっしゃいますよね イエス様ブドウの木、そして私たちは枝ですと告白します。でもなぜ家では大声で叫ぶのですか夫婦喧嘩なぜするのですかイエス様が皆さんのうちにとどまっておらしいらっしゃるならば、それを本当に信じていらっしゃるならば、言葉を選ぶはずです。心の中に主がいらっしゃるならば、できないことがたくさんあると思います。頭では分かっているものの、 そして信じていると告白はしますが実際にはそうでないんですね。私は牧師の息子として、えー、牧師になる予定でした。えー、長男だったので生まれた途端神様に捧げてしまいました。私にあの相談もせずにですね自分たちで決めてしまったのです。私の場合はですね牧師になるか叱られて牧師になるか2択でした。で叱られて 牧師ににになるよりは高校校卒業してから新学校に入っったた方がいいいとう,ふうに思ったんですでも心の中には何の喜びもありませんでした言われた通りに優等生ではあったんですけれども信仰、まあ、がそれでいいと思っていました親がするしなさいというふうにすればそれが信仰がいいことだというふうに思っていたのですしかし 重軍牧師の訓練を受けるときに股関節を負ってしまいまして障害者になりそうな状況になっていましたでその時に、スウォンにいらっしゃる父に連絡しましたそして私にもっといい病院で手術を受けられるようにしてほしいというふうにお願いしたんですその時はそれしか頭にありませんでした。でも 父に連絡できる方法がありませんでしたそれで結局手術するために準備室に入ったんですけれどもその時にやっと神様のことを思い出しましたそして大声で神様神様神様と3回叫びました何の答えも返ってきませんでした私が信じているというふうに思っていた神様牧師だったので当然信じていますよねでも何の答えもなかったのです 私にとって神様は実在していなかったんですね。その時涙を流しました。障害者になるのがすごく怖かったからではありません。それは問題ではありません。私は本当に神様を信じているのだろうか。神様も信じていない牧師。それがすごく悲しくなりました。それが悔やれためのきっかけとなりました。 実際に神様を信じていないにもかかわらず信じているというふうに思っていたのですブドウの木で私は枝だそう信じていたんですけれども実際はそうではなかったのです今韓国の教会は危機です韓国の教会の危機は 信徒の数が減っている、そして若い世代が教会から離れている、それが問題ではありません。今、教会の中に、教会にいらっしゃる信徒の方々が宗教生活を行っているのが問題なのです。私たちは日曜日になったら、教会に行く、11献金して、また祈祷会に参加して奉仕する、そういった形で、何とか信仰を守っているのです。 そして私はイエス様を信じているというふうに自分自身を慰めているのですこういう形の宗教生活は他の宗教ももっと私たちよりも徹底的に守って行っている宗教がたくさんあります異端もそうです本当に私たちの心の中に神様が生きておられどんな状況であっても平安であり また、どんな状況でも喜び、感謝し、また罪はなく、そしても敵も敵も愛することができる、そういったことが可能でしょうか。イエス様、私たちの中にいらっしゃるんですけれども、私たちはなぜイエス様と共に歩んでいるような人生を送れないでいるでしょうか。なぜでしょうか。それで多くの信徒の方々がイエス様は自分の中にとどまっている。 それに対する確信を持つことができませんそういう聞いてはいるんですけれどもイエス様が本当に自分の中に留まっていらっしゃるならばこのような生き方はできないはずだそう考えるのですイエス様私たちの中にいらっしゃいます皆さんこのようにこの場にいらっしゃってまた映像を通してラニレキトーカーに参加されていること これは神様がなさっていることなのです皆さんがこの時間を死体求めるそういった心を誰がくださったかと思いますか神様です私たちのうちに神様は身業をなしてくださっています私たちはイエス様が私たちの中にとどまっているような人生を送っていない理由理由があります イエス様が私たちの中にとどまっているその前に私たちはイエス様のうちにとどまらなければなりませんそしたら私たちのうちにとどまってくださるとおっしゃってくださいました私たちがまずイエス様のうちにとどまらなければならないんですけれどもそれをないがしろにしているのです私たちのうちに神様がいらっしゃるならばなぜ働いてくださらないのですかというふうに叫んでいるのです皆さん私たちが落胆して 霊的に植えかわいているのは人のせいではありません、環境のせいでもありません、騙されてはいけません、皆さん、イエス様が明白におっしゃっています、なぜ私たちが植えかわいて、霊的に植えかわいているのか、そういった人生を送っているのか。 私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられてしまいます。一つ、私たちがイエス様の中にとどまっていないので、イエス様が私のうちにいないように生きています。本当に重要な問題は、私たちがイエス様の中にとどまること、それは必ず行ってください。これが韓国の教会の霊的な覚醒のキーです。 イエス様すでに韓国の教会にいます。離れておりません。韓国の教会から離れたならば、ダニエル起動家のようなものはありません。すでに聖霊様がいらっしゃいます。しかし、ず続けて人々が疲れて乾いています。自分がイエス様の中にとどまることを明確に知らないのです。じゃあどうすればいいのでしょうかどうすれば主の中にとどまることができるのかどうすることでしょうか簡単です。 主に私のすべてを委ねる。主の中にとどまる。汽車の中にあれば、汽車はそのまま委ねれば、席に座っているだけで行けます。汽車の中で走っていく人いますかバ鹿じゃなければ、席に座っていると、汽車はプサンに、また関、カ州大阪に、他の地域に。 連れて行きます飛行機の中にあれば早く行こうと皆さんがバタバタしますかそんな人はいません。飛行機に乗ったならば席に座っているだけでいいです。そうすると飛行機が日本に沖縄でアメリカに連れて行きます。私の中にとどまりなさい。イエス様の中にとどまりなさい。同じです。私の人生をイエス様に完全に委ねましょう。私の判断、考え、計画、感情、よくまた悪いこと、すべてを。 主に委ねましょう。主が任せます。主に委ねます。ヒト・パウロはそれをカラディア賞の手紙でこのように言っています。私がキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているの命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 これがイエス様の中にとどまることです。ヨアネの福音書15章の4節5節またカルデア章の2章、20節を見ると明確に分かります。イエス様が私のうちにどまる。それを同じように言っています。イエス様は私にとどめなさい。シト・パウロはもはや私が生きているのではなく同じ意味です。イエス様の中にとどまる人はどんな人でしょうか自分で生きるのではない。 私は死にました。この告白が明確な人です。もはやイエス様が私の命、私は王様に仕えるしもべ、この告白ができるということ、それがイエス様の中にとどまり、イエス様が私のうちにとどまる。私は死んで、イエス様に委ねる人生。残念なことに多くの人がイエス様と共に死ぬことが難しいと言います。先生、死ぬことは難しいです。 死ぬべきですけど、死ぬこと大変でしょう。そんなふうに告白をします。騙されています。死ぬことが難しいのでありません。死なないから難しいのです。死ねば簡単です。生きることが問題ではありません。私は死にました。何が問題がありますか死なない状態で、主の御言葉通りに暮らそうとするので。許すことも大変で、愛すことも大変で、喜びもない。 感謝も出てこない、力もなく、試みに合います。何日か前、ある先生が説教を聞いて、私は車の中で映像を見て大きな恵みを受けました。サムエル第二の手紙、ウザが、神の箱を荷車に乗せていくときに、それが揺らいで、神の箱が、 地面に落ちることを見て、急にそれをつかみました。その場で死んでしまいます。皆様、神の箱が神の臨在を示す清さです。神の箱が今地面に落ちようとしています。その地面は動物の汚れたもので、いろんな汚れたもので汚い、今のようなアスファルトの道ではありません。 土で本当に汚れた。その地べたに神の箱が落ちようとする。それを止めようとして神の箱をつかみました。でもなぜ神様は宇佐を殺したんでしょう宇佐が何か失敗をしましたか神の箱が地面に落ちるのを避けるためにその箱を掴んで 落ちなないようにしたんですけどなぜそれがしの先生はそれでその見言葉でこのように説明しましたその汚い汚れたもののチベたよりも人が汚れている人が汚い人の方が汚れているとどんなものよりも腐敗されて汚いものが人の心である 動物の汚染物、その汚い地べたははっきり言うと評価することもできない。神様が作られた万物の一部です。でも人はどうでしょうか人は悪い、汚れています。人が手をつ,それをつかむのか地べたに落ちてもいい。人の手で触れる。 人が箱を神の箱に手を触る、うざが罪が多くて死んだというより、自分自身がどんなに罪の大きい存在なのか、人がどれだけ罪が多いのか、その汚染、汚れている地べたの方がきれいんです。それを示すために、それを教えたものがうざです。私はこのメッセージを聞きながら涙を流しました。 そんな意味で見ると死んでも何回も死んだ存在です、私は。牧師である私は何回も死んだ存在。神の生殖にいますけど、主の働きをしているという私が本当の意味で先に死ぬべき存在です。皆さんも同じです。私たちはイエス様を受け入れた。私たちが担える問題ではありません。 天地の主体である万物の王聖なる神様が皆さんの中にとどまっています。死んでも何回も死んだものです。それでも私たちは生きています。十字架で福音の力により私たちを罪からあがない呪いから救われ神のことなさせた全ての恵みで私たちは生きているのです。この事実が悟られれば。 死ぬことが疲れますか難しいですかいや、死んでも何回も死んだものです。死んで亡くなることが問題ではありません。すでに私たちは死んだもの。これは神様が決めました。これから死ぬのではなく、すでに死んだものです。その事実を信じさえすれば、私は死んだと信じれば、それが、イエス様の中にとどまることです。試みに遭うとき、夫婦喧嘩が起こるとき、 子供のために大変な時、教会の中で皆さんが喧嘩する時、世の中でいろんな迫害や災いを受ける時、どんな状況の中にいても私は死にました。イエス様の中にとどまるだけです。それからは主が働きます。私たちの中におられる主が、主の御業がその時から始まります。イエス様は信じる私たちがやるべきことは今本当にやるべきこと。 イエス様の中にとどまりなさい。イエス様の中にとどまるためには、一番最初に主が私に教えられたこと。それはイエス様がいつも心にあることを本当に信じる。主をずっと見つめる。皆様、皆さんはイエス様が皆さんの中におられることを信じますかじゃあ、今日朝目を覚ましたとき、最初にイエス様のことを思いましたか 皆さんの中におられるでしょう。目を開けた時に、誰が皆さんの部屋で一緒に寝ていますか？目を開き挨拶をしますね。同じ部屋に寝たならば。おはようございます。とか、goodmorning goodmorning とかイエス様が皆さんの中におられれば目を覚まして、私に一番最初に意識の対象はイエス様です。誰かと一緒にいると。 いつも意識の対象はイエス様です。何かをやってても、いつも主が共におられるということ、それに対する信仰、そのためにはずっとイエス様を見上げましょう。私が2007年の10月に盲腸の手術をして1ヶ月間、病院に入院しました。理解のできないいろんな手術が重なりました。その時、本当は10月の日程で1日も欠かさず、 私がメッセージを伝えるその日程が組んでおりました。私は嘆きます。このスケジュールをどうやってやればいいのか。でも一回も説教、メッセージが語れませんでした。入院し,てしたためです。神様は私を何とか何かを扱うと思いました。で、病室に1人でいるとき、祈りました。それが嘆きに変わり、涙を流して理解のできない遺言で、 ずっと泣きながら祈りました。祈るその終わりの時主が心にはっきりと語ります。あなたは説教ができなくて、今は心配しているけど、本当に心配すべきことは、あなたが説教することと実際に生きることの間に、隙間ができたこと、それを軽く見てはいけないということです。私はこれが恐ろしかったです。牧師である私は知ってます。 私が説教を言ってますけど100%その通りに暮らしていない人だからできないと思いましたでも御言葉がそうならば伝えなければいけないでしょうそんな気持ちでメッセージを伝える私の内側を神様がはっきりと見ていたのですそれは簡単なことではないどうしようもないことではない説教したならばそのまま生きろ そのまま生きたことそれだけメッセージとじゃ伝えなさい。私はじゃあ説教する自信をなくしました。人間なので人間なのでできない。神の御言葉ですけど100%その通りに暮らすことはできませんと。皆さんは牧師もメッセージを言った通り生きられないということを理解していますね。そうでしょう。今理解しているかどうか。 受け入れられませんけど、笑ってる方いらっしゃいますけど、皆さん、牧師が説教通りに生きてないだろうと、皆さんの心にも負担感があると思います。これは神の計画ではない。実際、それを軽んじていたので、多くの牧会者がスキャンダル、つまずくことにより、韓国の教会にすごい悪い影響が及ぼしました。それが理解できることではない。 特に教会の外にいるノンクリチャンの人は特にサタンは決めてそれをつつきながら福音のそのまことの意味をつついてキリストがまこの福音かどうかを人に恐ろしく疑わせました多くの人の魂を落胆させますがっかりさせましたじゃあどうすれば言葉通りに暮らせるのでしょうか神様は私に 驚く目を開いてくださいました。そのきっかけが与えられました。2010年に私が、長男にあるユガンスン体育館、大きな体,その体育館ですけど、そこで集会がありましたで。私はメッセンジャーとして呼ばれたんですけど、体育館が人が人いいいっぱいにいますここも今、いっぱい集まりましたけど、その周りが全部人だらけ。 その情熱がものすごかったです。賛美、祈りで、情熱が燃え上がるほどでした。で私は公団の上に私を登ってみたら、人がみんな私を見ていますで。カメラが何台も私の前で回っています。多くの人の前に立っていること自体が私には負担感になりました。隣は水が、あのコップがあったんですけど、 そのコップが取れません。それは喉が乾けば飲みなさいということですけど、飲めません。このように水を飲めば、みんな心で考えると思います。喉乾いたんだ、あの先生。水の一滴も飲めない。すごい大変でした。暑くて、汗を抜こうと思ったら、暑いみたいだよね、あの先生。とみんな見ています。 人がじっと見ているその前に立っていること自体何かを神様が見せてくれる経験させているようにわざとその場に立たせたような気がしましたヘブルビデオの手紙12章1節を思い出しました多くの商人たちが雲の,のように私たちを取り巻いている牧師だけではありません連合のその大会では皆さんも立ちます皆さんがイエス様を信じた瞬間 一人も覗かることなく、一人でいる時間はありません。私たちも先に信仰を通して、そして亡くなった多くの商人たちが、クマのように皆さんを取り巻いています。それが本当だと分かれば、罪を犯そうと思っても犯すことができません。ヘブルビトエの手紙12章の。 一,節一切の重荷にまとわれつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか当然このように暮らします。多くの人が見ていますからもし私たちが大変でも一人でいても神様を信じて神様の御言葉通りに信じてそれを行えば拍手が聞こえると思いませんかよくやったよくやったと。 そ,それが正しい。しかし誰も見てないと言って変な罪を隠された罪を喧嘩したり欲を出したりこの世をちょろちょろ見たりそうすると嘆きが聞こえます。そうやってはいけないその声が聞こえますかその実像を見てください。 肉の目、肉の耳で聞くことが全てではありません。そうだ。この事実を悟れば、見言葉通りに生きないわけにはいかない。みんなが見ている前で罪を犯す人、誰がいますかでも重要なことはその次の言葉です。ヘブルビトいのザカメ12章の2節。信仰の創始者で、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。人の目は外側だけでいいです。 人が見るところで、外側だけ立派ならばいいんです。しかし、私たちの内側にイエス様がおられます。考えや心まで全部見ています。これが本当に分かれば、イエス様も続けて、毎瞬間、いつも共におられる。イエス様も私もずっと主を見つめます。その時にようやく、完全な信仰の人になるのです。神様、そうです。 イエス様を信じている私たちが罪にまた誘惑に陥ることなく完全な状態にいられるのかその方法がやっと分かりましたその体育館で開かれた集会でみ言とを取り継ぐために行ったんですけれども私が一番恵まれました目が完全に開かれたのですその後活動を始めました 神様を見上げて毎日生きていくそういった日記をつけていくそういった毎日を送る1ヶ月1年10年間続けてみましょうという本当に自分は死んでイエス様のうちにとどまって生きていけるのか実際にできるかどうかそういったことをやってみましょうということになりました。 私の内面の中にある罪との戦いが本当に激しかったです牧師になるべき人であってまた牧師でしたが私のうちには本当に汚いものが溢れていました信徒の皆さんを騙して生きていたのです優しい顔ですよねだからみんな優しいというふうに思っているんです信徒の皆さんは自分のことを優しい人だいい人だというふうに思っているんですけれども 詐欺師がですね外見は普通なんですけれども言っていることもまっとうなんですけれども本当に内面が悪い人たくさんいますよね神様私が信徒の皆さんを騙し続けて生きてきたこれが本当に怖かったのですそれで神様がその時私にくださった言葉があります「私のうちにとどまりなさい」。 これまで罪との戦いで負け続けてきたんですけれどもそして罪悪感に苛まれて自分自身を責めて自分は汚いというふうに生きてきた理由それは自分自身がその内面の罪に勝とうと。 無理なんですね、それは実は。人が自分の内面の罪に勝つことができるならば、イエス様が十字架につけられる理由はありません。自分たちで勝つことができるならば、それは不可能なんですね。でも、自分自身で何とかしてみようということで、自分で熱心に、そして決心して解決しようと思っていたのです。でも、神様が私のうちにとどまりなさい、そしたら私もあなたのうちにとどまる。その御言葉を 私にとって本当の福音でした。ですので、私の汚いその内面、ありのままの姿を神様に告白しました。神様、私は罪につまずくものです。神様、私は本当に失敗作です。でも、主にとどまりなさい私のうちにとどまりなさいとおっしゃっているので、私は神様のうちにとどまります。その前に座っていますので。 罪につまずくことなく、また勝利できるようにしてくださる方は私ではなくあなたです。神様が私のうちにとどまる、それをしっかりと信じることができるとき、私は罪に打ち勝つことができます。そのように告白しました。夫、息子が父親のところに戻る時のきの、えー、気持ちですよね。その時にその息子は何をしたでしょうか。父親にすべてを委ねました。新しい服を着せてくれたのも、洗ってくれたのも父親です。 また、えー、お祝いしてくれたのもお父さん、息子がしたことは何もありません、そしてその時から、えー、罪に打ち勝つかすことができるようになりました、本当に勝つことができなかった、いつも負けていたその罪から、考えが神様に焦点が当てられた時状況、環境関係なく、 喜びを味わいそして感謝を知ることになりそして許すことができ愛すことができるようになりました罪よりも神様との交わりがもっと嬉しく楽しく罪の誘惑よりは神様の方がもっといい私にとって本当に驚くべきことでしたこのような霊的な覚醒が私たちに本当に必要なのです韓国の教会にも必要です イエス・スキリストが私たちと共におられるということ、目が開かれること、それが必要です。でも、これは一人一人だけに必要なのではなくて、韓国の教会全体がそのようにならなければなりません。来年2024年9月ですね、10ヶ月程度残っているんですけれども、韓国で驚くべきことが行われます。200 220の国から5000人の牧の会者また指導者、青年たちが韓国に集まります。世界の教会の代表ではだけではなくてです、ね、福音主義の,その指導者たちですね、聖書の真理を信じており、イエス・キリストが唯一の救い主であられること、また、伝道することが重要だということ。 それをしっかりと握りしめてしかしながらこの社会で責任を負うべきところもある社会も変えなければならない自分国も変えなければならない環境問題もしっかりと責任を持とうそのような意識が高いそういった福音主義の指導者が5000人が韓国に集うのです霊的な爆弾が爆発するというのをそのような素晴らしいことが10ヶ月後に韓国で開催されます ローザンヌ大会です皆さん、韓国で第4回ローザンヌ大会、神様が再び来られるまで、一つの民族、一人、 でも多く救われるそういった業神の御国がこの国でなされまた信徒と教会が用いられるそのことのために戦略を立てて新しいパラダイムを作り上げて変化するその環境に対応するそういった方法を模索する非常に重要な選挙大会です。こういった大会が韓国で開かれるということそれは神様の計画なしではありません。 本当にありえない話ですね神様が何も計画なしにまあ、韓国で開いてみればこういう形で開かれるわけがありません神様が韓国にこの第4回ローザンヌ大会が開かれるようにしてくださったということは何でしょうかそれは韓国の教会の中に同じような霊的な覚醒が起こるようにしてくださるためにそれを成してくださったのですこのローザンヌ大会のテーマは教会を共にキリスト 宣言し示そうもう少し分かりやすく言いますと全世界にいるすべての教会が共にキリストがこの地を治めているということを宣言しまた私たちの人生を通してイエス様を示そうこれがこれからの宣教界の目標であり課題です韓国の教会もそうなるべきです。 イベントを開催するようなそういった会社のようにですねまあ結,婚結婚式をそのイベントのまあ会社のようなですねイベントを開くためにえそういった大会を準備してはいけませんですので神様に本当に切なる思いを込めてお祈りしました。神様はこれを しっかりと実現してくださる神様だと信じていますですので韓国の教会の中でローザンナ大会のためのお祈りが始まりましたそして韓国の教会が霊的に覚醒するようにすでに1年間りなしの祈りが行われています今夜皆さんダニエル祈祷会に参加されている皆さんがこのことのために共に祈ってください本当にお願いしたいです10ヶ月後なんですけれども韓国の教会 に霊的な覚醒が起こり得るだろうかどうでしょうか可能でしょうか ?10 ヶ月しかないんですね。これまで韓国の教会のために頑張って祈ってきたんですけれども、韓国の教会の霊的な覚醒、そのきっかけが見えていない状況ですね。でも残りの10ヶ月間で、どんな何が起こるでしょうか皆さん、私たちのうちにいらっしゃるイエス様に導かれると、その時神様、 韓国の教会は10ヶ月も長いです。ノリアン神教会の元老牧師でいらっしゃるその先生がこのようなことをおっしゃっていました。先生が幼い時祖父が牧師、えー、先,先生でしたで。植民地時代だったんですけれども、毎日涙を流しながらお祈りをしていました。その課題が一つつもう一つは えー、韓国の教会がこの民族そして世界中に福音を述べスタイ教会にしてくださいそしてもう一つのお祈りの課題は、えー、韓国が、えー 解放されまますすよようううにに独立ししとお祈りをしていたそうですでも幼いその牧師先生は話にならないというふうに思っていたそうです風が吹いている場所でろうそくをともすようなものそして絶壁に卵を投げるようなことだと思っていましたその当時韓国の教会は存在感が全くない状況でしたでも民族を率いるなんてそんなのありえない 韓国の教会、自分たちも独立できていない状況なのに世界に世界中に選挙、み言葉を述べスタイル、これはありえないと思いました、そして植民地時代だったんですけれども、独立するということ、これは現実的に難しいと思っていました、しかし、ちゃんと独立して、そして世界で第2位の選挙大国になりました、それを見て、その先生は衝撃を受けたそうです。 先生は本当神様は本当に生きておられるそして神様が与えてくださったその祈りの課題を持ってお祈りしたら神様がそれをぜ必ず成してくださる私たちのうちに神様はいらっしゃいますそれがリバイバルですよね私たちのうちに神様がとどまっていらっしゃるのです私ののううちちにに皆さんのうちにイエス様がいいらっしゃいます私たちがこれ以上何を願うべき でしょうか何かやるべきことがあるとしたらたった一つそれはイエス・キリストが私たちのうちにいらっしゃるということそれを本当に信じるのです皆さん本当のリバイバルはこの場所で皆さんこのモニターで見ているこの集会の場ではなく終わったあと駐車場でそして家に戻ったあとその時もこのムードを しっかりと保つことができるならば、それはリバイバルです。皆さんは、の中にイエス様はいらっしゃいます。集会の中に、集会のうちにだけではありません。集会が終わった後家に帰っている、その途中もずっとイエス様、神様が自分と共にいるということを信じられること、そして家に帰った後また日曜礼拝するとき、そして月曜日から皆さんの職場で。 どこにいてもイエス様が自分のうちにいらっしゃるということを本当に信じることができるならば、韓国の教会は霊的な覚醒が実現します。1年後まで待つ必要もありません。このような宮沢が10年後まで待つ必要がないんですね。主がすでに私たちのうちにいらっしゃるのに、今すぐですねここにいらっしゃる皆さんだけでも、ダネルキとかに参加されている信徒の皆さんだけでも、そうだ イエス様は私と共におられるこの事実を永遠に忘れることがないようにしようそして神様は私の王でいらっしゃる私に命令をされる命じられる方だそれをしっかりと心に刻んで神様の命令通りに御言葉通りに生きていくならば韓国の教会は変わります私は進学校に通っていた時に韓国の教会のリバイバルの歴史のそのレポートを書いていたんですけれども 涙を流しましまた本当はボクシになりたくなかったんですけれども、進学校に進学しました。でも、このようなあの宮沢がなせるならば、墓会やってみたいです、韓国の初期の,そのリバイバルの歴史、その証し、それを読みながら、神様、こんなことが私が牧会するその期間中に起こるならば、私、墓会やってみたいです、それが私の願いでした、しかし、引退してしまいました、去年。 今年4月ですね私にとってリバイバルはもう経験できないことだと思っていましたもちろん神様がリバイバルの概念をたくさん書いてくださいました奇跡と印しそしてイエス様のことをたくさんの人が信じて教会に集まってくることがリバイバルだと思っていましたしかし神様は 奇跡と印の問題ではない、それを行ってくださる神様、主がこの中にいるということ、それが本当,に本当のリバイバルだ、奇跡と印、そしてイエス様がどっ,ちどっちが大きいですか、イエス様の方が大きいですよね、その方が皆さんのうちにとどまってい,らいる、これが常に意識できて、信じることができる、それこそがリバイバルなのです。 でですので神様と共に歩むそういった運動を始めたんですけれどもとにかくすごく残念でしたそれで涙が流れました引退してまた後任の先生にすべてお任せしたんですけれどもなぜか心の中がむなしくなりましたでもその時神様が私にすでにリバイバルはあなたの中にあるではないかびっくりしました 知らなかったんですそう考えてはいたんですけれども実際にはそうじゃなかった皆さん人の働きの時代初代教会の、えー、その方々が韓国に来たらびっくりすると思いますこんなにイエス様を信じてる方々が多いなんてその初代教会その当時はイエス様を信じたら殉教しなければならないそして大変な時代でしたよね。 イエス様を信じている人を探すのが難しい状況でした今ご覧くださいこんなにたくさんいらっしゃいますモセ・アブラーム食べて聖書に出てくる信仰の先輩たち彼らの時代はこの地球上で神様だけが真っ事の神と信じる者はユダヤ人彼らしかありませんでしたでも今は全世界国々で 神様を信じるものが多くなりました。天国でアブラムとモーゼと旅を私たちを見て羨ましいというでしょう。精霊の時代に来ています。私たちのうちに今すごいリバイバルの風が今流れています。ここにいらっしゃる皆様だけでも本当に 私たちが生まれたこと、それがイエスキリストを信じて、その方を知り、愛し、イエス様と共に歩むために生まれたのとです。イエス様のために喜び、イエス様のために感謝し、イエス様はただ一人で満足する、首都だけ一緒に歩む、イエス様と同行する人に出会えば嬉しくなる、イエス様は知らない人に会えば悲しむ。 一生そのように主と共に生きるために、今日この場にいる皆様、ダニエル・キ祷会に来ている皆様だけでも、そのようにしませんか私は今日からこの地に、霊的な大学生、韓国の教会が霊的にひっくり返る御業が起こると信じます。皆さん、イエス様に出会ったらどのようなことが起こりますかイエス様に対面したら何が起こりますかすべての重荷は投げ捨てる。不平不満はなくなる。 喜び、感謝があふれる。主に出会って、すべての苦難、むしろ感謝で受け入れるでしょう。隠された罪、終わりました。イエス様に出会えば、そうなります。そのイエス様が皆さんの中にとどまっています。私たちのうちに皆さんの中にとどまっています。皆様、本当に信じましょう。イエス様は我が家におられ、 私は王様に使えるもの。神様、私はそのように行きます。一回は私は主の前に祈りました。神様、今日は、罪から勝って心を守り、主に従いながら生きること生きるように助けてください。そして、主が言われます。それは助ける問題ではない。あなたが信じる、信じればいい。 私はびっくりしました。今まではずっと神様を助けていました。神様、罪に打ち勝つように心を守ってください。主の喜ばを道に従いますように、主に助けてくださいと頼みました。でも本当はそれは信仰の問題でした。そして祈りを変えました。主を感謝します。私と共におられて感謝します。私の王となられ、命となられ、いつも共に歩んでくださり、感謝します。 その日は全く別の日のように感じられました。助けてくださいと祈っておりません。すてに主が成し遂げたこと。私はうちに来られ、お金命になり、私の王様になっていること。これを明日に皆さん時計より、ま、来年に回しますか ?10 年後に回しますかすでに皆様に許された恵みです。今日、捉えましょう。祈るときに。 本当に主に注目しましょう。主を見上げましょう。この地に神様、霊的な大学生が起こりますように、福音主義の指導者が韓国に来られるとき、韓国の教会はすでに霊的に変わっていますように、彼らが韓国の教会を見て、教会が生きている、彼らの目で全てを目撃しますように、お祈りします。 父なる神様、主の恵みを賛美し褒めたたえます。神様、胸が引き裂かれるほどの気持ちで今ここに立っています。神様、この地、韓国の教会を主愛しておられます。もう一度、霊的に目を覚ますこと、信じて感謝します。主の御業を行ってください。神様、この場に立たせてくださり主の心を伝えられ、 ありがとうございます。愛するすべてのものの上に、映像でこの習慣に加わっている皆様に、これから映像を見る人までも、主に注目をしますように、既に恵みの中にあることを信じますように、主が王であることを信じますように、神様、韓国の教会、第4回目ロジャン大会、10ヶ月後です。韓国で開かれます。その時、韓国の教会が目を覚まし、生き返りますように、新しい歴史が、 リバイバルが起こっていること、世界のすべての福音主義の者たちが聞いて目撃しますように。私たちも生きて、この国も生きて、世界の国々も生きますように。主イエスキリストの皆によって、切にお祈りいたします。アーメン